甲骨がここにあるんですけど、うん、ちょっと下ぐらい、肩甲骨に貼るんですか、の下、下ですね、肩甲骨のラインあたり、うん、結構大変な方針ですよ。あー、おめでとうございます。大変な方針。俺だけお金使ってるから。あの足がしびれるとなると、ちょっとこの周辺、足の周辺に貼るんですけど、まあ、割と足がしびれるわけじゃないもんで、割と腰の疲労だと思うんですけど、うん、ちょっとストレッチ法としてはおすすめするのは、見れるストレッチをやっていきますんで、自分でもある程度こういうふうにこのお腹のこの横のあたりを伸ばすようなイメージで、うん、こういうふうに伸ばしてます。これ別に痛くないでしょ、ストレッチやってもね。気持ちいいと思うんで。これ誰かにやってもらうんですか。いや、自分でもできると思います。自分でできるんですか。ダラッとやっておくとだんだん伸びてきますんで。自分でこういう形で。この姿勢を作っておくとだんだんダラッと伸びてくるんで。これストレッチの特徴で、最初は硬いんですけど、だんだんダラッと伸びてくるんで。人にやってもらったらもう早いですけど、こうやってダラッとやっておくとこれ緩んできますんで。腰が痛くてもそこなんですか。この辺の重力、あの大概あのなんて言うんでしょう、あの高重力、まあ重力に逆らって立っていて、うん、疲労をまあ受ける場所っていうのはこういう場所であったり、お腹であったりとかっていうところなんですけど、うん、ゆうかさん寝てないですね。なんだスースよし、今度は向けになってもいい。すごい、あでも自分は右が悪いと思ってたら左の方が今の肩がですね、盛り上がってる。自分で完全に分かりました。分かりました、はい。で、もう一箇所張るとか、お腹側です、うん、お腹側、はい、腰が痛いとき、なんでお腹を張るんですか。お腹、基本的には大体7、3の割合で背骨の方が強いんですよ。7割で、お腹の方の腹筋っていうのは3割の力しかないんですよ、うん、でも脊柱を支えるんで、うん、さあ、お腹の方が圧倒的にこう、なんて言えばいいんでしょう、ど真ん中痛いし、お腹側の方が弱くなることで大体、腰痛が起きる。腰痛が起きるんですか、はい、だから、腹筋をある程度こう強くしてあげる。お腹の張る場所ってあるんですか。だいたいへそからちょっと離れて10センチとか10センチ、まあ、7、8センチ離れたぐらいの、真横の、はい、うん、痛いでしょ。大体痛いです。このヘルニアの人もそうですし、腰痛の人っても痛い。腰が痛いからそこされると痛いんですか。痛い、あの疲労してるってことですね。要するに脊柱を支えるんで、うん、脊柱を支えるのにちょっと弱いわけですよ。だからケアするときでも高久さん聞いてください。高久さん、高久さん聞いてください。ある程度塗ったらもう痛きませんよ。僕外部者ってすごい弱くなっちゃってるんで、だから外部痛いと思うんですけど、こういうのはまあ痛い時はそんなに触らずにですね、あとストレッチさせちゃうんです、うん、ストレッチの仕方っていうのはこの角度です。これここの筋肉を伸ばすんで、こういうふうに引き離すように、こう腕を少し上げてあげて、これ自分でもできますんで、うん、グッとダラッとやってるだけで筋肉伸びていきますから、その姿勢になればいい。この姿勢になって、ある程度ちょっと無理にしてちょっとこう伸ばしていく、うん、大体この腕を上げると大体伸びるんで、片方を下ろしたりして、こうやってやるとこういうふうに伸びますんで、ここが、うんうん、グッと伸ばしていく。分かりますか。はい、さっきより痛みがないです。ストレッチね、腱を伸ばすことがストレッチなんですね、実は。筋肉じゃなくて、うん、だからここ腱、あのまあ骨と筋肉をつなぐの腱なんですけど、うん、今それを伸ばしてます。だからこういうふうに腱を伸ばすのがストレッチなんです。はい、ここ腱を伸ばさないとストレッチされないんです。ここだけ伸ばしますよね。もともと腱防水っていう腱の中の組織を伸ばすことがストレッチの意味なんですね。筋肉を伸ばすってわけじゃないですか。あの筋肉、具体的に、まあ、いわゆる筋も腱も一緒なんですけど、ただ筋肉の中の組織を伸ばしちゃうと逆に反作用っつって、身長反射って筋肉硬くなっちゃうんですよ、基本的には。だから無理にガチッとかっていうのを筋をグッと伸ばすと、あの痛みが走るでしょ。そういう時っていうのは逆に筋肉が縮めようとするんですね。
脳からの命令なんですね。身長反射っていうふうなことが起きちゃうんですけど、腱を伸ばすと筋肉緩むようにできてるんですね。腱膀筋っていう組織が腱を伸ばす、はい、で意識を変えるだけですね。関節に近いあたりのものを伸ばせば、うん、伸ばすような意味でゆっくりと伸ばしていけば、関節の近いところを伸ばしてるって意識をすればいい、意識をすればです。ゆっくり意識をすれば大概筋肉緩んでいきます、ね、うん、それも大体ゆっくり20秒ぐらいかけて徐々に強くしていくことですね、うん、緩んである程度緩んできてるので、はい、大体こっちが大体緩んでくれば腰痛も8割方多分なくなってきてると思います。骨格の問題だとかっていうのがありますから、うん、ある程度弱い場所なんで、ある程度継続してストレッチは継続してやっていただいたりとか、まあ、ケアは常に継続していただいた方がいいと思います。ちょっとこれで立っていただいてよろしいですか、はい、だいぶ違うと思います。それ一つやっていただいて軽くなります。はい、軽くなりました。はい、全然違います。軽くなったらコルセットはしない方がいいかもしれない。なんでですか？基本的には、やっぱ自分の力、筋肉弱めちゃうでしょ。で、遮断しちゃうでしょ、血流を圧迫っていうのは。だから、もし痛みが取れてる間は逆に普段はコルセットしないぐらいの方が簡単にトレーニングになってる。そうか、コルセットに筋肉が頼っちゃって、そうそう、コルセット頼っちゃうんで、筋肉、自分の筋肉弱くちゃって、どん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 弱くなっちゃう、どんどん弱くなっちゃった、うん、もうそれがないと動けなくなっていっちゃう。なるほどね、はい、あと一つやっぱり遮断ですよね。情報の遮断っていうのは変な話ですけど、やっぱりこう血流も神経の流れも止めちゃうんで、うんうんうん、あんま強めにやる。サポーター全般的にそういうことが言えるわけですか？そうですね、動くとき、まあ、動くときは別ですけども、普段は特に寝る間、就寝の間だとか、ちょっとした家の中にいる間はコルセットでやるとか、まあ、サポーター系は外すっていうのは基本になりますよね、うん、なるほどね、はい。